事務局のデロイトトーマツコンサルティングの丹羽と申します。よろしくお願いいたします。で、お話しする内容としては TCFD 定義に基づくシナリオ分析手順書応用編の作成についてということになります。で、この TCFD といいますのは機構関連財務情報開示のフレームワークでございまして、今ですと、もともとは G20 から出ておりますが、日本でいうともうすでに500社程度が賛同している枠組みで、気候変動に特化してどのように開示して投資家と対峙するかというフレームワークになります。で、昨今ですと、それこそ、コーポレートガバナンスコード、要は上場の書類の中に記載するような話になってきておりまして、ある程度気候変動関係でいうと、この書類、このフレームワークに沿っていればいいという形になっております。次お願いいたします。で、その中で、カレンダーよりこういった TCFD のシナリオ分析の手順書の、農林水産業向けの皆様に、割と、入門編ということで、進め方、要はどのようにして TCFD 対応すればいいかといったお話してまいりましたけども、次のページお願いします。その中で、カレンダーの手引きということで、入門編の方を作らせていただきました。で、その中で、カレンダーのシナリオ分析における食品産業固有の課題といったものを網羅的に整理して、国内食品事業者の気候変動対応とか TCFD シナリオ分析の着手に向けた施策といったところまで、ある程度その初期的にはご支援できたらかなと思います。一方で、まだ課題としては複数残っておりまして、まずはカレンダーやったシナリオ、リスクと機会といったところはある程度網羅的にお話しした上で、やはりじゃあその TCFD で求められているものの中に、非常に難しいものとしてシナリオ分析というリスクと機会をどのように把握して定量的に出すかといったものございますので、そのような、こういうような課題として物理的リスク、つまり異常気象でどのようなインパクトがあるかといったところの、それの定量化のパラメーターがなかなか見つからないとか、例えば気候関連リスクに対しての打ち手といったところ、リスクと機会までは可燃度整理しましたけども、それに対してどのように対応すればいいかといったところがなかなかまとまっていないというところで、やはりこういった食料農林水産分野においては物理的リスクというのはなかなか厳しいので、それに対して対応策も含めた分かりやすい手順書が必要ではないかという話が1個あります。で、あとはまた2個目が、課題感としてはシナリオ分析実践促進に向けた支援策、必要な環境整備ということで、やはりその多様なステークホルダーと複雑なサプライチェーン、先ほどカーボンフットプリントの話もありましたけど、サプライチェーンが長いという中で、どのようにして、じゃあこういったその TCFD の開示といったところを進めていけばいいか、で、開示の裏にあるのは当然企業として気候変動対応をどうすべきかという話ですので、そのようにどのようにしてサプライチェーンのリスクと機会を把握し対応していくかというところが、ある程度、この手順書にも含まれるべきではないかということで、可燃度はガイドという形の中に事例を入れております。次のページになります。で、前年度は食料、農林水産業の気候関連リスク、機会に関する入門ということで、入門書ということで、リスク機会を網羅的に把握しています。で、それに対して本年度はさらに深掘りを実施いたしますと。で、到達点としては、前年度はある程度、その気候関連のリスクと機会の把握、事業戦略の検討着手の必要性を認識できるといった手順書を作ってまして、食品産業固有のポイントを明確化しております。で、それに対して、前年の検討と書いてある部分がありますけども、シナリオ分析という非常に難しい項目が TCF でありますので、それに対してある程度、進める必要があるよねといったところですと。で、それに対して、他の手順書とか、ガイダンス、TCFD ガイダンスありますけども、さらにその深掘りしたものを、農林水産業を特化して深掘りしたものといったところの本年度の、検討といった部分を狙っ、あの、ターゲットとして実施する予定です。で、あとはまた、ここにポイントとしてありますように、やはり今回でいうと、カーボンフットプリント見える化とか、そのカレンダーと脱炭素技術の導入、または、この手順書の中、手引きの中にも、
ES 情報開示といったところを補足的に入れますけど、そういったものとも連動しつつ、まあ、企業の経営にどうやって脱炭素の文脈を入れていくかといったところは訴求できればと思っております。次お願いいたします。で、その中で、まあ、今回そのポイントとしてもう1点ありますのは、さらに深掘りするとなると、やはりシナリオ分析という非常にテクニカルなものに特化しがちであると。ただ一方で、まあ、いろんな委員の方にヒアリングしたところによると、やはり大企業と中小企業、農林水産業、食品産業、農林水産分野ですね、食品農林水産分野においては、中小企業も非常に多いといった中で、じゃあここをどういう兼ね合いでこのガイドに入れていくか。大企業はやはりそのシナリオ、リスクの気配を把握したときシナリオを読み解いて対応策を考えて投資家向けに買いするという話でありますけども、ただ一方で中小企業の皆様的に言うと、リスクと気配は把握しました。ただそれに対して別にシナリオ分析する必要はなく、対応策を考えて、やはり大企業の皆様と対話するというところが到達点ではないかといった話があり、この2つ、左側の大企業サイドは TCL でフレームワークを使い、右側の部分については、まあ、皆さんの検討会の知見とか、当然カレンドの技術の情報、コネの技術の情報といったものを入れて、大企業、中小企業双方対応できるような形で、本年度まとめたいと思っております。これができると非常に有用な手引きになると考えております。次お願いいたします。そんな中で、ちょっと一応振り返りになりますけど、去年の手引き書、委員の皆様に非常に見ていただきまして、できたものになっておりまして、それについては簡単に今、ご報告させていただければと思います。次お願いいたします。で、カレンドは TCFD と言いつつも、最初の導入としてやはり気候関連のリスクと機会とは何でしょうといったところを整理しておりまして、冒頭でサプライチェーンについて、一通り、まあ、こういったサプライチェーンが農林水産業ありえますよねといったところを説明し、それに対してリスクとして、やはりその生産といったプロセスにおいても収穫量が下がりますとか、そういった話とか調達、原材料調達のところについては、インパクトとしては調達先で変更追加がありますとか、原材料不足がありますとか、結果商品の値上がりがありますといったところのサプライチェーンのインパクトといったところも、ある程度定性的に整理させていただきました。で、次のページお願いします。で、それに対しまして、ある程度業種を分けまして、生産資材、一次生産加工、商社流通、食品製造、小売のバリューチェーン別にリスクと機会を例示して分けてます。で、その上で、まあ、いろんな文献見させていただきましたけども、WBCSD とか、まあ、各種公表資料からリスクを整理した上で、ある程度データがあるものはそちらの方にも結び付けを行っております。例えばですけども、9ページ以降になりますが、これは農作物の例ですが、次のページお願いします。で、農作物で他にも、まあ、いろいろと分野を分けておりまして、次のページお願いいたします。こちら、物理的リスクで、これは生産資材製造事業者においては、物理的リスクとして、やはりその長期的な気候の変化で、その結果、まあ、収量が変わりますという話とか、慢性的に言うとレジリエンスの向上が必要ですよねとか、あと移行リスクって炭素価格が上がりますとか、で一方で低炭素の新しい生産技術の開発が必要ですとか、まあ、これを機会に該当しますけども、そういったところを一通り整理させていただいておりまして、11ページ目のように、ある程度そのバリューチェーンで、まあ、バリューチェーンでの考察といったところを入れさせていただいておりまして、こういったものを見つつ、まあ、自社はどんな影響が気候変動であるのかなといったところ、かつ自分たちがどこのバリチェーンに該当しているので、リスクがあるかといったところが把握できるような形にしております。で、また12ページ目以降においては、カネンドは再、まあ、気候変動対応している企業の開示情報について記載させていただいておりました。次のページお願いいたします。これはユニリーバさんですね、13ページ目は。で、ユニリーバさんという先進企業においては、まあ、過去から一歩一歩着実にやってきましたと、本当、初年度はそこまで開示してなかったものが、徐々に気候変動対応といったところを進めてきて、まあ、開示してきたといった事例になります。で、そういったものを見つつ、初年度の到達点とか、最終的にどこまでやればいいかといったところも整理しているというところになります。
で、ちょっと進みまして、16ページ目まで進めさせていただければと思います。その中で、本年度の調査計画です。17ページ目、お願いいたします。で、先ほどお話ししましたように、今年度はさらに深掘りすると、入門編から深掘りしますといったところがありますので、ヒアリング調査といった形で、今月からちょうど国内企業の皆様の開示が終わりかけの状況でありますので、最新の今年度の部分を見ていくという話、また海外の企業の皆さんをまた事例を見ていくという話を想定しています。で、またそういった中で、先ほどお話した中小企業の皆様的に言うと、大企業との対話といったところが重要だといった視点で言うと、そこの大企業と中小企業はどういった対話をすべきかといったところについても整理していきたいと思っています。で、大企業向けにはデータの整理とか、ステークホルダーとの巻き込み方といったところは、ちょっとこれはその事業者のヒアリングか、投資家のヒアリングといったところを含めて整理できればと思っています。で、そういったものを含まれつつ、第1項、第2項という形で自然書を作成する予定です。で、18ページ目は先ほどお話しした課題感と同様なので、一旦割愛させていただきます。で、19ページ、20ページ目は、今回参考とする、もしくは参照するガイダンスで、経産省で TCFD ガイダンス出してます。ただ、これは食品業者、に特化したわけではないというところです。次お願いします。一方で、環境省で TCFD の実践ガイドという形で、よりシナリオ分析に特化した形で、プラクティカルなものの内容を出しています。で、こちらも、食品農業に特化したわけではないといったところで、もう本当に今回特化したものといったものを想定している次第です。で、次のページをお願いいたします。で、繰り返しになってしまいますけども、各々のガイダンス、ガイドといったものを踏まえつつ、補足部分を可燃度、リスクと機会については可燃度取りまとめましたと。なので、残っている下3つといったところを整理しつつ、中小企業も可能な対応策の全体感をまとめたり、食品産業固有のパラメータを整理したり、バリューチェーンでの対話といったところを整理していくといったところで、最後22ページ目になりますが、今年度は可燃度からの入門編からの、さらに応用編ということで、2つつなげると、ある程度全体感が分かると。あと、中小企業も対応できるように配慮しつつ、あとはまた他の脱炭素技術とかカーボンフットプリントとかやってる事業とも連動するような形にしたいなと思っております。あと、最後に参考としては、 ESG 情報開示基準の全体像の最新動向ということで、 TCFD は基本的には気候変動の開示のフレームワークですので、それに対してやはりその投資家がどういうふうに見ているかといったところも整理していきたいと思っております。で、補足的にありますけど、TCFD の最新動向ということで、TCFD 自体は24ページになります。昨今ですと、このつい先日の D7 の方で、TCFD をグローバルの枠組みとしてしましょうと、ある程度規制的に入れましょうといったものが同意されてますし、後ほど別の資料で補足的にお話しますけど、TNFD という生物多様性、これは双語的に使いますという話が出ていまして、気候変動であると、次は生物多様性についても、ある程度イニシアビを作って、それを開示の基準に入れましょうと、別に作りましょうという話が出てきております。また、25ページ目以降は、新しいガイドがパブコメが終わり、今月の中旬に出てまいりますという話になりまして、これはパブコメ段階のものですので、ここから新しく出てまいります。で、そこではスコープ3といった概念、先ほどお話ししましたけど、スコープ3への開示といったところも一部入ると伺っておりまして、先ほど言ったような、やはりその個別の商品、もしくはサプライチェーンでの CO2 を排出するところが、一つ今後ともポイントになってくる、こちらとも TCFD でも連動していくと認識しております。で、一旦ここまでが資料3の3の部分で、あと参考資料として、もう一つ、ちょっとすみません、ページの、もう一つ、3の3の参考資料というのがございまして、今、移動できますでしょうか。ありがとうございます。で、こちらはその ES 情報開示基準等についてということで、一通り整理しているものです。次のページを同じ、ちょっとすみません、ここ2じゃなくて1です。ごめんなさい。で、全体像としては3ページもありますように、
まあ、昨今、印刷課題って言われているもので、今回 E に特化してますけど、本質的には S とか G がありまして、人権とかは最近取り沙汰されていますので、それこそ人権問題とはサプライチェーン全体で見ていますといった話がある中で、ESG 課題と ESG 投資と、それに対して企業のアクティビティといったところがまあ連動して動いていて、全体感としては TCFD 以外にも会社のルールはいろいろありますが、気候変動でいうと TCFD がやはりその今、一番、一丁目一番地になっているというところです。で、先ほどお話したように TNFD という新たな枠組みが出てきていると。あとは、その欧州でいうとグリーンの定義とかで、そういったものが出てきていたり、あとはまあ昔からお話が投資家の中ではサスビーとか、そういったものも一つ、開示の基準の一つの中であったというところで、ここら辺の情報を一旦この資料の中にまとめておりますので、もしご興味ある方は見ていただければと思っております。はい。で、ちょっと注目すべき内容として、これ入門編にも入れておりますけど、23ページまではいきまして、ちょっと TNFD だけが簡単にお話ししますと、先ほど気候変動関連といったところは TCFD ですけども、次のページですね、TNFD という自然関連の生物多様性といったところのタスクフォースが出てきておりますと。で、これは気候変動と同様に、まあ、生物多様性がやはり社会的な非常にインパクトが大きいんじゃないかというところで使われたタスクフォースで民間主導でできております。次のページお願いいたします。で、これはですね、ちょっとポイントは一つありまして、TCFD といった枠組みがマルチステークホルダー起点で、簡単に言うと、自分たちが社会が変わったときにインパクトをどう受けるかといった部分をリスト機会を把握するという話ですけども、この TNFD に関しては、ダブルマテリアリティということで、自分たちが社会にどんなインパクトを与えますかというところを求めているところが違いがあります。だから非常に難しいんでありますけども、やはりまあ、企業とかはやっぱ社会の一部であるので、社会にどんなインパクトを与えるかとか、まあ、ある程度定量的に求められつつある世界観ではないかなと思います。で、こういったものが次のページありますけども、まあ、2023年、正確に言うと2022年付近からそのフレームワークが出てくるというところになっておりまして、あと27ページ目以降にほぼほぼ TCFD と同じフレームワークになってます。次のページですね。ごめんなさい。フレームワークとしてはほぼほぼ TCFD で一緒なので、まあ、一つ TCFD について理解を進めていくと、まあ、生物多様性ということで項目値は違いますけども、まあ、やり方は近いので、まあ、ある程度慣れていけるのかなというところがあります。はい、一旦ちょっと時間にギリギリになりましたけども、以上となります。